エンゼルスタジアム・オブ・アナハイムは、アメリカのカリフォルニア州アナハイムにある野球場。MLB のロサンゼルス・エンゼルスのホーム球場である。通称は、ザ・ビッグ・エイ・ザ・ヘイロー。1961年シーズンに新球団として誕生したロサンゼルス・エンゼルスは、最初のシーズンは、ロサンゼルス・リグレイ・フィールドを、翌1962年から1965年までは、 ドジャースタジアムを本拠地球場にしていた。しかし観客動員は伸び悩む。ドジャースタジアムでの4年間の観客動員は329万人ほどで、これは1試合平均では1万人を過労じて超える程度のものだった。そのためエンゼルスは1966年から本拠地をアナハイムに移すこととなる。それに先立ち1964年夏に新球場の建設が開始。 移転初年に新球場はアナハイムスタジアムの名称でオープンした。1980年 NFL のロサンゼルスラムズが移転してきたためアメフト県用球場に改修される。観客席は大幅に増え、収容人数は4万3000人から6万4593人になった。1995年人気低迷にあえぐラムズがセントルイスへ移転。 1997年、総工費1億1800万ドルをかけ、野球専用球場に再回収された。地元の電力会社、エディソン・インターナショナル社が、ネーミングライツを20年5000万ドルで取得したため、球場名も、エディソン・インターナショナル・フィールド・オブ・アナハイムになった。しかし2003年オフに同社がオプションを行使して、スポンサーを降りたため、2004年から、現在の名称になった。 左中間に比べて、右中間が狭くなっているが、ライトフェンスが非常に高いため、左のプルヒッターに不利とされていたが、2018年のシーズンからライトフェンスのホームランの規定が変更され、高さ5.5メートルからレフトと同じ2.4メートルとされ、これにより、パークファクターからもホームランの出やすい球場となった。球場正面中堅から、右に見える岩からは、 噴水が出るほか、エンゼルスの選手がホームランを打てば、ここから大量の花火が打ち上がる、球場外観。ありがとうございます。